はい、どうもひこぼんです。でかいものが届きました。今回紹介するのはこちらビーバーラボさんのスマート天体望遠鏡です。私天体に詳しくないので提供断ろうかなと思ったんですけど、新しい世界が広がるかもしれないと思って受けてみました。スマートという名の通りね、スマホと連携して使う感じです。ここに絵が描かれてます。この絵の感じの望遠鏡です。ビーバーラボという名の通りね、ビーバーの絵が描かれてます。ビーバーの博士みたいです。では開けてみます。こんなに大物だとは思いませんでした。では開封します。でかいんでね、なんか解体してる感じです。お、早速出てきました。こんな感じです。でかい。取り出すのもね、一苦労です。これ子供の時にこういうの買ったらね、世界広がりそうですよね。出ました。しっかりしたパッケージです。いろいろね、書かれてます。天体観察にも使えますし、野鳥のね、観察にもいいかなと思ってます。実際後でやってみます。では百聞は一見にしかず、中を見てみましょう。内箱も頑丈です。よいしょ。あ、小箱に分かれてるんですね。出てきました。中にはこの青い箱が3つ入ってました。これが小物類ですね。そしてこちらが三脚、そしてこちらが望遠鏡本体です。では開けていきます。まずは三脚から。しっかりした三脚じゃないとブレちゃいます。おー、プチプチにくるまれております。そして出てきたのがまず三脚。こんな感じで広がります。ここががっちりしてる。そう簡単にぶれる感じはないです。足はこんだけ伸びます。そんでもって本体です。おお、ちゃんとねバッグがあります。重さはそこそこあります。ちゃんと持ちやすいようにね、持ち手がついてます。あとここにはね、三脚をつけるようです。こちらがひとまとめですね。こんな感じに持ち運べます。ちょっと長距離手で運ぶっていうのは難です。車ですかね。ではこれ開けてみます。ここ手持ちくっついてるんですね。なくさないのでいい。では開けます。デリリリリリリー、出ました。うおー、すごいな。電化製品の匂いが漂ってきました。クッション性のあるバンドで止まってます。ちょっとしたね、兵器みたいです。ここも止まってますね。出します。早速三脚に取り付けます。3個穴があるので、この棒をね、突き刺す感じです。ではドッキングです。でででで刺さりました。刺さっただけじゃ心もとない、倒れちゃいます。下にね、ネジ穴があるんで、こっちにネジがあるんだと思います。ありました、これです。ここにネジ穴があるんで、これで止めます。これで三脚と本体ががっちり合体です。 OK、 これで落ちることはなくなった。しっかり締めておきましょう。 OK です。これでほぼ完成です。まあ、扱い方は至って簡単だと思うんですけどね。あ、上下します。上下、ここでロックです。右にするとロック、動かない。左にすると解除。ここも動きます。ロック解除。ここにコンパスがあります。これがマニュアルフォーカスです。この部分がレンズ部分です。太陽を覗いちゃいけません。中の機械が壊れますね。開けてみます。カバーがついてます。バカ、こんな感じ。奥まったところにレンズがあるんですね。ちなみに太陽を撮るときはそれ専用のやつがあります。太陽を撮るときはこれを使います。皆既日食の時にね、使いたいものです。あと付属品は USB-C タイプのケーブル、あとスマホホルダー。スマホホルダーを三脚に取り付けるやつ。これね、ボールを突っ込みます。ガチャンコ、こんな感じで外れなくなります。このボールをね、ここに入れます。ここ押し込みましょう。入りました。カチッといったらこれで締めます。思いっきり締めます。思いっきり締めてもボールジョイントの部分は結構動きます。そんな簡単に動く感じではないですけど、手で動かせます。微調整できます。で、ここ動く、ここも動く。この部分で三脚に取り付けます。この幅はここで調整します。まあ、三脚じゃなくてもね、なんかいろんなものにくっつけられるでしょう。ここで締めます。緩めるときはこっち。試しにここにつけてみます。で、締めていく。ガチッと締めたい。こんな感じでしょう。で、これをね、スマホの向きを固定します。
ここはバネ式です。ちょっと大きめのスマホ大丈夫かな。問題ナッシングです。あ、下がってしまう。しっかり締めましょう。 OK です。ここで回転します。でここも動きます。でここも動きます。とりあえずセッティングはこれで完了です。あとちょっと細かいものを見てみます。天体表も入ってました。小学校の時に見た記憶。日付チェックしてね、合わせます。これはただのクッションでした。これはなんだ、ゴムバンドで止まってます。これは覗くとこなのかな。あ、覗くとこもついてました。まだこれくっつけてないな。でこっちに小物があります。これはなんだ。あ、これが電源ボタン。あ、これバッテリーだ。バッテリーだけ取り外せるようになってます。素晴らしい。でこれが電源のようです。どっから充電するのかなと思ったんですよね。テイクダウン。それからここに付属品をつけていきます。まずは覗くところ。これどっち前なんだ。覗く部分、ここにボタン電池が入っております。ここゴムカバーです。では覗くところをはめます。赤いのが正面です。位置がはまればスポットはまります。でネジで止めます。拡大はされませんけど太陽直視はダメです。あとバッテリーですね。この部分にはめます。パカッと取って、ここにチップが入っています。見えますでしょうか。ここから充電します。タイプは USB-C タイプです。でははめます。ドッキングです。スポットはめて右に回してロック。これで外れません。ここに心臓部があるみたいですね、チップが入っているということは。というわけでこれにて完成です。完全体です。三脚部分を畳むとこんな感じ。ちょっとしたね、兵器です。あとは夜になって月が出るのを待つばかり。今日は曇ってて月が出そうにないな。その前にスマホにアプリを入れていきます。というわけでね、夜になりました。とりあえずアプリ入れました。アプリ入れたからといって自動で認識してくれるわけじゃないです。スマホ本体の方で Wi-Fi 設定します。電源を入れて明滅したらスマホの方で設定します。ネットワークの内側にこの名前が出てきます。あったあったあった、これだ。でパスワードを入力します。 OK です。つながりました。でアプリの方が認識します。観測スタートボタンが出ました。ポチッとな。ここでおそらく出てると思います。では見ていきましょう。位置調整が結構難しいですね。月がどんどん動いていく。あ、バッチリ映りました。ファインダーで対象物を捉えるときにドットマークがあるんですけど、それがね、まず本体と合ってないので調整します。で今調整し終えました。これで終えます。この辺だな。かなりいい感じに撮れてます。はい、土手にやってまいりました。ここで一丁組み立てて撮影したいと思います。組み立て自体は至って簡単。 OK です。ファインダーです。赤が前。これで OK です。スマホのアプリなんですけど、縦で撮ると縦撮りされます。なもんで横に撮影したい場合は横にしてください。
で iPhone なんですけど、画面の縦横ロックかかってると縦で取れちゃうので注意です。私しばらくそれで悩みました。縦横のロックをオフにしてください。足を伸ばします。いろんなものがね見れそうで楽しみです。ついでにね太陽も撮ろうと思ってます。黒点が見えるかなと思って。ではねちょっと見てみたいと思います。ここからはスマホの映像になります。てなわけでビーバーラボのスマート天体望遠鏡でした。いろいろ撮影しましたが、ここからはあなた次第です。販売は幕開けです。お値段は早割 49,600 円から。これで宇宙に思いを馳せてみよう。